では皆さん、セカンド TV の方聞いていただくと不幸中の幸い極まりないでございます。不幸中の幸いって何の不幸にもなっとらんけどさ、うん、勝手に不幸にせんといてくれ。こんなクソラジオ聞かせてしまってっていう不幸よ。お前でアップアップアップ、あ、はい、どうもこんばんは、ゆうとです。はい、始まりもして、で楽しいところ悪いけど、はい、え、来てないで。うっせやん、もう来てんで。うっせやん、ちょっと待って、うちんとこもう来てるで。はい、はい、BGM 流れてないです。はい、流れております。もう、はい、もう流れとるはずやで。はい、嘘やん、流れてない流れてない流れてない。いやいやいや、だってミュートにしてないもん。で今だって BGM ともう終わったもん、あんた聞く前に。あ、そうな。そうだよ。はい、どうも平賀雄二です。更新せなあかんねんって。どうも番犬です。え、マジで流れてないって。今は流れとるやろ。流れてない。うせやん、絶対流れとるやろ。流れてない流れてない。流れとるやん。うせやん、流れとるやん。あ、来た来た、今来た、うん、ずっと流れとって。あ、そう、うん、投げて言う。はい、はい、どうも皆さんこんばんは、平賀雄二です。さっきも言うたよ、どうも番犬です。ちょっと音量上げるわ、ほんなら。マジで流れてない。平賀雄二とエヴァンゲンの今夜は、ちょっと俺も聞こう。今夜はいかが、いかが、あなたが言わないと合わせられないんで、そこんとこ。はい、どうも皆さんこんばんは、平賀雄二と番犬の今夜はいかが、毎週土曜日21時より放送しております。皆さんいかがお過ごしでしたか、ということで始まりました。はい、はい、いや番犬さん、10月も半ばになりましたね。まあ半ばか、もうそっか、半ばか、差し掛かりましたね。まあ世の中では3連休らしいです。3連休らしいですね。知らないっす。え、知らないっす。なんすかそれ、どうした、なんすか3連休って。自分が3連休ないからって、その3連休な、なんすか3連休って、そんなの初めて聞きました。私何の日か知らんけど、月曜日は体育の日やですね。あ、体育の日か、うん、休みらしいですね。うちのまんまや、もうなんか馬通る言うて。馬通る、あの体育の日になるとね、あの俺ん家の前の、あの俺ん家の前、珍しいことに、あの参道なんすわ。あの神社の参道になってまして、でそこはあの、10月10日かの、 あの体育の日になると、あの祭りとして、そのあの 馬にそう甲冑を乗った人とか、うん、甲冑つけた人とか、そういうなんかいろんなのが、いろんな人がこう、なんつうの、行列をなして歩いていくっていう。すごいな、それなんかレアなイベントやな。レアだと思うよ。馬娘ファンとか来そうじゃん今やったら。絶対5年だってサラブレッドじゃないもん。あ、そういうこと、普通のなんか普通の、そう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 、しかもちょっと小さめのさ。あ、なるほどな。そうそうそう、ポニーとか。あそこまではいかないけどな。昔はね、結構それなりにね、良さげな感じのおったんだけどね、あの乗馬クラブとかにいそうな感じのさ、いい感じの馬とか来て家の前歩いてたんやけど、数年前からやっぱ小さくなったね。うん、あ、でもそれずっとやってんのすごいな。なんかなんかのあれら、あのね、コロナになってからやってなくて、久しぶりじゃないかな。あ、そうなんや、うん、なんかそんな俺聞いたことないな。俺に話したことあった？いや、ないと思うよ。あ、やからあるかもしれんけど忘れただけかな。俺も話した覚えもないし、だからその時になると、その屋台とかも並ぶし、サメ釣りとかそういうのもあったりするし。何サメ釣りって？サメ釣りってあるのよ、あのサメな、な、な、サメ、サメのなんか人形みたいなのがなんかドゥワーって、ほいでその、中にこう口のところに磁石がついてるのさ。
おうおうおう。でなんか釣り竿みたいなのをこう垂らしてさ、で口のところの磁石作って。昔やったあのさ、なんか手回しで回してなんかプラスチックの魚釣るやつみたいなやつ。ああまあまあそんなような感じ。じゃあ、 あの子供用のさガンガンって。そう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 。あれのでっかい版みたいな感じ。あれのでっかい版のやつ。ほいで、口の中にそのなんかあの紙みたいなのが入ってて、引っこ抜くとそこに番号が書かれてる。でその番号が景品になるっていうやつがあって。あ、一大イベントや。そんな、そう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 。まあその日仕事なんですけどね子供大喜びやろそのイベント。いやだからね、俺がだからほんと小学校の時とかはもうそのなんだろう、甲冑した人が歩いてったりとか行列なして歩いてった後に、いろんな町内にまたあのそれぞれのね、あの場所が集会所みたいなのあって、でその集会所からね、あのみこしを担いで子供たちがうわー練り歩くんよ。ほいで、うちのところの神社のところでみんなお参りして帰ってくっていう。すごいなそのイベント。すごかったよ。あ、ちょっと行きたいなそれ。だから厄除け的なものもあるんじゃないかな当時。あーね。で当時その厄年だった大人が顔白塗りにして、でなんかあのもう赤でこう落書きされたような感じの変顔みたいな感じになった状態で酒を飲みまくって、みんなベロンベロンに酔った状態でこういろんな人に酒をついで飲ませるみたいなのこともやってて。すげえな。でも面白そうやん。そう昔あったんだ。今はそこまではやってないのかな、わかんないけど。うん、けど一応練り歩いてはいると思うから。あ、そうなんや、うん、多分月曜日やると。あんなクソ田舎でやんねんな。やる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 面白そうやなそれは、うん、意外と人来るんじゃないの。あのねすごいよ。本当その日そのあの参道、まあアンさんも俺ん家の前見たことあるでしょ。あれ埋まるから。あ、すごいやん。埋まる。もうみんなもう埋まった状態練り歩いて、うん、あの奥の神社の方まで 本堂っていうか、うん、そっちまで神社までザーってみんな練り歩いて、でその神社のところまたすごくて、あの弓引いとる人ね。すげえやん。なんかそれ、うん、なんかその近くの高校で弓道部かなんかがその 和装を着て弓引いて、その的当てみたいなことを見せるような催しみたいなのが毎年やって、うん、それ愛知県春日井市付近住んでる人はぜひね行っていただければと思いますけど、うん、楽しそうやねそれ。そう、最近そういうお祭りごととかに参加な、やっぱコロナの件もあってしーひんくなったから、やっぱちょっとそういうのはいいなと思うよな。そうね、まあ今年はやるとは聞いてるんだけど、うん、うん、いいもんですよ。で今日は久しぶりにね外に出かけたんですけど、はいはい、やっぱその出かけるってやっぱいいよね。そりゃそうよね。あの出かけるってことはやっぱこうコロナ禍でやっぱこうさ、あんまりしーひんくなってやっぱ近場のスーパー行ったりとかさ、うん、そういうのでやっぱりほとんど済ましてしまうからさ、まあね、やっぱなんかこう季節を感じることってあんまりないなって今日ちょっとなんか歩きながら思ってたんやけど。まあまあまあ確かに今なんかやっぱこうさ寒くなってきてさ、服装もまあ今日はちょっと長袖で出かけたんですけど、うんうん、やっぱ長袖で出かける時の街の感じと、うん、半袖で出かける時の街の感じってやっぱ違うやんか。あ、やっぱ違うね。そこの哀愁漂うっちゅうか、なんかなんちゅう何やろ、こう四季を感じるというかさ、うんうんうん、なんかやっぱ同じ街歩いててもやっぱちょっと違う感じするっていうのがやっぱなんかいいなってちょっと今日改めて思ったんですけど、まあ、今日は渋谷に行ってきたんですけど。やっぱ寒かった渋谷。いや今日あったかかったけど、まあ、肌寒い感じかな。あ、まあ、長袖で全然いけるんやけど、うん、やっぱお出かけはいいなって思いましたね。いや、やっぱ外出るのやっぱいいよ本当。そうなんですよね。今日まあ女性のね、うん、まあ知り合いとちょっとデートしてきたんですけど、今日はあの H 店っていうのに行ってきたんですよ。ああ H 店って言って、まあ、プロ あのカメラマンさんが撮った写真を、まあ、主に女の子女性をテーマに撮った、まあ、展示会みたいなのに行ってきたんですけど、お、まあ、コスプレをしてる女の子とか、ああ、ええやん、まあ、作品にいろいろテーマがあるんやけど、うん、そういうテーマをに沿った写真をこう展示してる展示会に行ってきたんですけど、ほうほうほう、なかなかそんなあんまり興味はなかったんですけど、行ったらすごい楽しかったっすね、うん、ああいうのって妙に面白かったりするよね。ああ面白かった。何の興味もないのにね、現地行くと結構興味持っちゃった。
りねすることあるしね。生にがんじがらめになってる女の子とかさ、美少女に長物持って血だらけになってる写真とか、ああはい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 、はい、あすごい、あの結構な、楽しかったな。あいいね。でね、すごい体験を今日して、まあそのカメラ写真を撮ったカメラマンさん本人さんがいらっしゃって、でなんかあの VR を使った写真の見せ方みたいなほうを、させてもらったんですよ、はいはいはい、僕とその女性の人と一緒に行ったんですけど、でその女性の人と一緒にやったんですけど、その VR のこうなんていうかサイコロを振らされて、でどの女の子かどうを選ぶのをまずやらせてもらって、僕3番の女の子を選んだんですけど、サイコロ引いて、でまず VR ゴーグルをつけて、出てくるの、まあ、女の子は裸なんですよ。あ VR の中ね、 VR の中女の子裸なんですよね。おで一歩前に出てくださいって言われて、一歩前に出て、で物を掴まされたんですよ。おその物が おっぱいのなんていうかな、感触するのは何か、まあ、多分おっぱいのなんかダッチワイフのおっぱいだけみたいな、はい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 、を握らされて、だからその裸でVR の女の子のおっぱいをマジで揉んでる感覚になるみたいな。あなるほどね。そういう作品やったみたいで、めちゃくちゃリアルで面白かったっていうね。それさ、ゴーグル取れるの？ VR ゴーグルって取って見れるの？見れへん見れへん。だ、VR ゴーグルしながら、あもう見せてくれないんだ。何をやったか、何をその触ったかっていうの。いや前目の前は写真っていうかその女の子がおるんよ。あのゴーグル取った時に？いやゴーグル取った時は俺何もおらへん。あの VR の中に女の子がおって。わかるわかるです。あ、揉んでるのはそのなんか 何か分からへん、その布で隠してあるから分からへん。あ、それはもう見せてくれないんだ。そう。うわ、それ気になるな。何やったんやろ。めっちゃ、しかもその乳首のコリコリ具合もなんかすげえなんかリアルで。モノホンか？モノホンか？モノか？おモノホンか？お？いやいやいや、モノホンは怖いやろお前。布の中に女の子のお前モノホンったら怖いやろかお前。いやー分からんの？あり得るの？ちょっとしたほら、1番から3番選ぶのなんやねそれじゃ。1番から6番までの女を待機してとかそんなかね、そんなことあるかも。あり得るぞ。知らんけど。知らんけど。そう、まあそういう置物のなんかそういうのあって、いやいや揉ませてもらったみたいな、そういう体験をしたみたいな。そう、まあいろんなジャンルがありましたね。ホラーとか、ホラー系なんかこう、まあその作品がホラー系の作品なんかどうか知らんねんけど、まあ男性目線から見た女性と、女性目線から見た男性のなんかこう、まあ、恋愛というかバイオレンス的なものを、バイオレンス、そう作品で、まあ多分女の子監禁かなんかするのかな。おうほう、監禁してこう首絞めしたりとか、あ縄でがんじがらめにして、あなるほどね、そう縄プレイみたいな動画じゃっていうか、まあ作品だからもう本当にFPS 状態のその絵なんだ。そう、で写真としては最終的にその女の子を、首吊り刺して殺すっていう作品で、おーおーおお、結構グロい、もうバイオレンスすぎる、急に作品なんですよ。急にバイオレンスすぎるんだよ。写真だけで、言葉とかなしで、写真だけでこの表現してる写真集みたいなのがあって、すごいなと思ったな。おお、それすごいな。でそれ面白い話、これマジですごいなーって言って2人で言っとったんよ。で外出たら本におる。カメラマンとそのモデルの女の子おる。びっくりしたね。生きとる言うた。そう、うわめっちゃ感動しましたーつって、うちのその、まあ、連れがちょっと話し始めて、ありがとうございますみたいなちょっと話したんやけど、よかったね、生きとるよ。そうなんです。ちゃんとめちゃくちゃ綺麗やったね、モデルさん。かわいかった。モデルさんやもん、そりゃ。いやでも感心しましたね。まあそういうなんかテーマに沿った写真ってやっぱり面白いですよね。そうね。テーマに沿ったものが。まああんまりこうさ、ディスるわけではないけどさ、まあコミケとか行ってさ、まあコスプレの女の子とか写真撮ってるわけじゃないですか。でもあんまテーマとかないやん、やっぱりその愛が、まあキャラクターに対しての愛があるんか知らんけど、まあ旗から見てやっぱコスプレしてるだけの女の子やから。まあまあまあ、それはそうでしょ。場所もそうなんやけど、それはそうよ。結
構さ、そうコスプレってそんなに好きではないからさ、おうそういうテーマに沿ったなんか写真でなんかそういう風に作品として撮るのはすごいだってやっぱ思うよね。お中身が見えるとさ、何でもすごいなってやっぱ思ってしまうな。まあそれはね、まあ、興味ないなかなと思って今日行ったんですけど全然、うん、楽しめましたね。それは面白いだろうね。なんか明日まで渋谷でやってるみたいなんで興味ある方はね、アルファベットの H って書いてね、 H 店って言うんですけど、へなんか毎年やってんのかな、なんかそんな感じでなんかね、いろいろと展示してたんで、で入場料1000円でなんかパンフレットも一緒にもらえて、なんか結構お得な感じで楽しめるかなっていう。そうそうそう、皆さん興味あったら検索していただけたらと思うんですけど。なるほどね。いやでも面白かったね。そうなんだ。こうやっぱ自分の知らないジャンルをやっぱりこうやってこの年でもいろいろね足動かして、あの開拓して、うんうん、開拓していくっていうかね体感してみるのはやっぱりいいですよね。いやすごいな、そういうのあんだな、やっぱな。そうそうそう、いややっぱ、まあでもいろいろあるからな、そういうのはな。いや都会はいろんなもんあんな、やっぱ。そうやね、都会はねやっぱりいろいろあって楽しいなと思いましたね、うん、すげえな。うん、なかなか、まあなんでやっぱね、皆さんたまにはやっぱこうやって出かけるのは大事なんじゃないかなっていうのをね、まあね、思いましたね、うん、それはそうよ、ほんと、ね、ぐずく思いましたということで、今日は楽しい一日を過ごせましたんでね、まあ私の知り合いの方には感謝ですで感謝なんですけどっていう話だね。感謝なんですけどっていうか、ね、なんですけどって話ですね。けどないやねんっていう感じやけども、けどはそうそう、まあ、感謝でしたというね、話ですね。美味しいご飯もごちそうになりまして、今日はちょっとルンルンで帰ってきました。いやいや、そういう感じですね。これ見られてると思うとちょっと恥ずかしいんですけどね、こっぱ恥ずかしいんですけど。せやな。バンケンさん今日なんか寝てたらしいですね。今日はね、まあ先週ねちょっとねおもろいとこ行ってきたんやけど、ほう、あのねちょうどね俺ん家の隣の市なんやけど、ほう、あの隣の市にね、何でも買う、何でも買う、もう要はあの売店屋じゃないんだけど、その例えば大きい店とかで売れ残ったものをそこで買い取ってそこで格安に売るっていう店があるのよ。リサイクルショップみたいな、 みたいな感じで、あの本当に何でも売ってるな、本当に。例えばボールペンの20本なんか丸々こう束ねたやつが何十本も置いてあったりとかして、するしたりとか、同じボールペン、そう同じボールペン、ほんで あとあのその売れ残ったお菓子みたいなやつが平らふくそのカゴに詰め込んであったりとか、おで片やちょっと違うとこ行くと、なんかどっから持ってきたんやいうような掛け軸だったり壺だったり置いてあったりとか、でまたやちょっと行くとあのピッチングマシーンとか卓球台とか置いてあったりとかおいどこで買ったんそんなんみたいなあ、それちょっと面白いな。そう、なんかめちゃくちゃいろんなものが売ってるところがあるんだけど、あなんか上位場なんかハードオフとリサイクルショップ合体したみたいな。あ、もうかなりもうもっと上位版よ。あ、上位版な、それのちょっとコア版みたいな感じな。そうで、そこの系列で傷んだ野菜とか果物とかを取り扱う店が先月できたんよ。へえ、あ、それ同じ系列で。そう系列で。でそのとんでもないもん売ってたやな。そうそう、でいろんなそういういろんなところとかからそういう傷んだものとかそういうのを格安、買ってそれを格安で売るみたいな。ほう。で例えばね、俺がね買ったやつで、あの梨、ほう、ねあれはね、なんつったっけな、名前何やったかな、秋月っていう梨があって、でそれがあの今あの多分ドンキとかみんな行ってもらうとあの梨売ってると思うんだけど、そこにねあの幸せな水と書いて香水っていう梨と、あと豊かな水って書いて豊水、そうと、あともう一個なんかを交配させて作ったやつなのよ、その秋月っていうの。あ、雑種みたいな感じだな。そうで、それが確かにそれはね3個入りで320円なんよ。梨が安いでしょ。ああ、でそれそういうのとか売ってたりとかするんだけど、俺もそれを3パックぐらい買ってったんだけど、ああ
まあ、物によっちゃ例えば青山県産のごぼう片手つかみ取り100円とか、青山、青森県ね、なんで青山みたいなのな、青山は俺の実家なんよ。いや、 やっぱあんたおると青山って言うでしょうな。やけどとかだったりとかね、まあそんなごぼうつかみ取り、そうごぼうつかみ取りは見たことないな。あとあのね、あ、傷物一部痛みの北海道産のジャガイモ詰め放題100円とか。ごぼうつかみ取りっつったってお前そんなつかめへんやんけ。あのね、ごぼうがね、またね、まあまあね、細かったりするものもあるのよ。それあれかよ、あの人間クレーンでさ、クレーンで人間をこう縛って上からこうカップみたいな感じかい。そこ、いやいや、もう普通に片手よ。片手はつかめへんやろ。人間 UFO キャッチャーでこうさ吊るしてもらってさ、こう全部体全部を使ってごぼうキャッチするんやったらまあまあキャッチできるけどさ、片手でごぼうは無理やろ。あのね、画像見た感じだとね、片手やったら3本ぐらい取れるかな。あー、まあそんなもんやろな、まあ、そんなもん、多分そんなもんやで。3本100円って考えたらけど、まあ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 じゃない、ごぼう3本100円は安いな、うん、そうおで、椎茸もっとったな、袋詰め放題150円。椎茸袋詰め放題150円。それなんやビッグイベントやんけ。そうだ、そういうのをやってんのよ。へえ。で、そこ閉店時間がまあ一応決まってはいるんだけど、なくなり次第終了なんよ、うん、なくなり次第終了。そうで、俺が行ったのがちょっと人気のラーメン店みたいな。そう俺行ったのが確かあの時は先週の金曜日やったんやけど、はいはいはい、あの行って、ほいでまあ朝、9時40分に着いたんですよ。開店10時なんで。おそしたらもう30人ぐらい並んでて。いや、すごいな、それは並ぶやろ。そう並んでて、ほいで中入ったら、まあ道細いわ、人はガンガン突っ込んでくるわ、もう戦場ですわ。わ、すごいなそれ。すごい。で、その日閉店時間2時、早っ。10時11時12 1 2、だから4時間で閉店ですよ。こんなもん、まあ愛知県民がその日全員そこ人口集まるぐらい やばいやんその店。いやだからその時あの車見とけよかったな、車どこから来てんだろうってちょっと見とけよかったね。すっごい気になる。へえー、すごいな、うん、それ。そう、え、そういうの YouTube 撮ってや。無理や、あんなもん。え、あんなもん YouTube 撮ったら俺の足持たんど。踏まれるわ、踏まれる。どうも番犬です、今日は愛知県民の国民が毎朝全員集まるイベントに行ってきます。撮ってきてや、それ30人しかおらんのか愛知県民はよ。愛知県民愛知県民なら 100% みんな知ってる、何々に来てます。知らへん、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 知らへん。それめちゃめちゃ面白いや。まあでもね、そんなような、店にちょっと行ってきましてね。それはいいな、なんか俺もちょっとそれ行きたいね、今度じゃあ遊びに行った時は。おお、そうね、行こう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 。それすごいな。そう、だからちょっと動画撮影しようや、俺があの椎茸キャッチするから。椎茸キャッチ、椎茸とごぼうキャッチするからさ。まあその時にね、あるかどうかは分からんけどね、俺が行った時には椎茸とごぼうなかったんよ。なんか YouTuber の人撮影とかしてたらいいのにな、そういうのないんかな。ないっぽいね。それ絶対今隙間産業やろ、それ動画にしたら。そうやな、東海オンエア来るまでに撮影しなあかんよ、それ。東海オンエア、まあ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 、もう東海オンエアか誰得 USTV がどっちかが先やるかやろ、そんなんもう。2択やろ、2択しかないやろそんなん。ちなみに言うとね、ここね、俺が知ってる上してる感じ、愛知県にまだ2店舗目なんだよ。あ、すごい、それやばい、もうやばいよそれ絶対。そう、2店舗目なんですよ。あのびっくりドンキーじゃないわ、ドンキホーテ、ドンキホーテより出店率高くなるやろそれ。いや、ドンキよりはすごいと思う。ただあの、ただやっぱり物もあのやっぱ傷んでるのもあって、例えばあの梨でもちょっとあのここ食えんなっていうようなものとかあるにはあるんだけど、まあそこは了承の上でも全然買ってもやっぱり値段安いから。そんなもん着てるやつら大体傷んでるから一緒のようなもんやろ。そうやそうなんだけど。そうなんやけど、またね、あの Google のさ、あのあるじゃない、あの評判の、あれ見るとさ、こんなん食えたもんじゃねえとか、どうたらこうたらって書かれとるけど、そんなお前見や分かるやんけと。なるほどな。そんな文句言うなやと、最初からそれ歌ってるやんからな。そうやって言うてるんやからと。
うん、そんな頭のおかしいやつもおるなと思いつつもやっぱ安いなって思った、まあ、そんな次第。やっぱ着ているやつも傷んでるってことやな。あ、そう、まあまあまあそうよ、そうよ。もうなかなかね、いかついおばんもおったよ。ああ、いるやろな。おったよ。もうごめんなさいごめんなさいね言いながら、もうカゴを前に持ってね、どん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 突き進んでいくおばちゃん、あれはすごかった。さっさと引っ越しおばちゃんみたいなのしかおらんやろ。もう突っ込んでくるぞ。ああすごいな、それすごい。ケツガードしたらうい言うてた。アニメのスーパーの特売みたいになってな。ほんとすごかった。ほんとまさにそれやった、うん、それちょっと面白そうやな。カート先に行けねえんだもん。いやそれなんかあれやな、誰得 UGDB 撮影場所やなそれな。おお、まあちょっと行ってみたいな。年末あるかどうかわからんけど。その店大閉店セールですって毎日やってるみたいな。あのね、事故ってもおかしくないんだよマジで。あ、なるほどな。そう、あれね、殴り合ってもしょうがねえぞあれ。そのうち安すぎてちょっと殺し合いになりそうやな。いやー、あれね、中でね揉み合ってもねおかしくないぐらいのね、へもうてんやわんやなのよ。そう、なんかもう日本の珍百景の一つみたいなあれやなそれな。ああ、もうすごかったね。へえ、それ面白いな。うん、なるほどね。そう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 。いや、そうやっていろいろなんかあれやね、なんか面白いことがある10月ですね。そうなんですよ。なるほど、ね、そんなことがありましたなっていう。なるほど。うん、いや、やっぱでもこの生活してるからさ、そのでそのなんちゃら100円とか300円とか聞くとすごい行きたくなるよね。ああ、そうだろうね。普通の生活してるとふーんやけどさ、うんうんうん、こう100円300円のありがたみがさ、こうリスナーさんにこう、うん、まあ、お金をいただくわけじゃないですか。はい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 。ペイペイとかをいただくわけじゃないですか私。うん、いただいた金でこうやっぱいろいろやりくりして買い物して、明日の自分が生きるためには何が必要かって考えた時に、やっぱこう100円、うん、200円で買えるものってやっぱ少ないやんか。そうやな。うん、だからこうやっぱいろいろ考えて買い物するからすごいいいなと思うよね。まあ、やっぱちょっとでもね、やっぱね、あの節約していきたいなって思うよねやっぱね。そうそうそう、うん、バンちゃんとユージでもみ合ったらええやん。俺負けるやんけ。俺負けるやんけ。大丈夫、この子もみ合おうとしやんから。最初から勝敗決まってるから。もう俺頭守りながら俺うずくまってお前泣いてるぞ俺。あれでも面白いね、やりたいな。叩いてかぶってじゃんけんポンやりたいな。誰得叩いてかぶってじゃんけんポンやりたいな。うらー言って。うらー言ってやりたいな。ちょっとあれやってみたいよな。あのね、それは俺もちょっとやってみたい。それはちょっとやってみたいな俺も。叩いてかぶってじゃんけんポンをなんかやってみたいな企画で。それちょっとやってみたいね。撮影者がいるからな、あれ。俺とバンちゃんで殴り合おうってなったらな。殴り合うってどういうことやねん。編集のラジオじゃないけどさ、やっぱこう裏方がやっぱこうや、なあの必要よな。あの気配切りとかもやりたいしな。気配切りやりたいね。気配切りあれやったらな、ちょっと分からへんや勝敗的には。そうやね、あれ欲しい。ちょっとやってみたいね。骸骨壊していこう。そうそう、本気でやってみたみたいな、やりたいよな。ちょっとやってみたいねそれ。ああ、うん、気配切りは楽しそうだなとは思うね。気配切りとかな、ああいうの三本勝負みたいなんでやりたいよな。うん、いろいろ叩いてかぶってじゃんけんぽん、マジでやったらもうやばい。針線もさ、針線もなんかめちゃくちゃ厚紙使ってさ、叩いたら吹っ飛ぶぐらいの針線で。やめたれ、俺の身が持たんわ。あのね、ヘルメットなしってなんやねん。それなんやねん、それルールもクソもないやんけ。そういうのちょっとやったら面白いかなと思ったりするよね。いやでもね、ユージあんま相手したないんやな。じゃあ相手したくない。なんでかようかこれね、勝っても負けてもね、こいつヘルメットでぶん殴ってくんね。あー、なるほどな。勝とうが負けようがあいつヘルメット持ってくんやけど。なるほどな、よくあるよな、なんか防御の人が間違えて殴ってしまうみたいなやつ。そうこいつ間違いじゃない、わざとやってやがる。なるほどな、ヘルメットで番犬を殴るってことだな。俺何でガードすれええねんって。ありえそうやな。ほんとね、3戦目ぐらいからやってきそう。
ありえそう、維持になったらな、もうあの勝敗より痛みで嫌で、いや勘弁してくれよ言っていやでそういうなんかやっぱ面白い企画っていうのはやっぱ大企画力って大事よね、その辺やっぱ誰得ユーズ TV の企画力は半端ないよね、うん、これはな、ま、結構やってそうな気すっけどねうん、そうねまあこれもやっぱ撮影者ってやっぱ大事やなと思うよね。あ、それはそうだね。写真の話したけどやっぱ撮影してくれる人ってやっぱ大事で、やっぱこうバンちゃんと一緒にいる時ってバンちゃんにカメラ回してもらうことが多いから、まあそうだね、バンちゃんも一緒に映ろうと思ってやっぱカメラマンが必要で、そういう時はちょっとやっぱりね、そうね、YouTuber 困るのかなと思うね。やっぱこうグループ系 YouTuber っていいなと思うよね、うん、近くに固定カメラにするしかないもんね。そうね、うん、近くにいる人たちのグループ YouTuber とかいいなと思うよね。そうやね、あの辺楽やもんね多分なそうやね、複数おりはね全然声だけ入ったりなんとかなるしな、撮ってる人は、いやそんなんもやってみたいですね。まあっていうかまあやりたいことがたくさんありますね世の中。そうやね、まあ皆さんいろんなことに挑戦してもらったら、うん、もうちょっと人生明るく楽しく生きていけるんじゃないかなと思いますよ、うん、ほんまですわ、うん、それはもうごもっとも、ね、うん、そんな感じですね。おう、いやでもねもうすぐねやっぱこう冬になるっていうやっぱ空気が出てきましたね。早いですね。あでもそうだね、あの台風来てからすごいね一気になんか変わったね、うん、10月って言ったらもうあと2ヶ月3ヶ月終わりやもんね。10月、あもうそうだね1年早いですね。まあ皆さんやり残したことがないようにね1年最後なんかやってくれたらな、いいんじゃないかなと思うよね。うん、うん、まあ逆になんかこんなことやってほしいっていうのもあれば言っていただければねせやな、やっていきたいかなと思うんですけどね。もうとんでもないこと言いそうなやつが何人かちらほらいそうで怖いんだけど俺は怖いね、うん、今日珍しいねラジオ9人聞いてくれてありがとうございます。あ、そんなにの、あらららら、俺人数までちょっと把握してないからちょっとあれやけど、カウントダウンするのカウントダウン、でもカウントダウンどうやろうな。あ、年末カウントダウン、年末カウントダウン、ね、年末カウントダウン TV すんのうちら、年末カウントダウン TV する、歌うのあれするカウントダウン TV みたいに俺らが勝手に選んだ1位から100位みたいなやる待てそれやったらもう本当にひどいことになるぞユージとバンちゃんが選んだカウントダウン TV トップ100みたいなやる絶対やめといたらええで絶対行かない行かないやんだよ、行かんでもええやけ見に来いよ。1位ありがとう、 お前お前なんか歌ったんかい、言え、歌ってから物言え天木メロのファンさ12位とか今日天木メロさんに来てもらってますっつってそれでは皆さん Here we go! みたいなでガッチガチに固まってるメロさん喋り出すやろ。そう、あとあ好きになってとか誰が見んでそれ誰が見んでチャンネル回すわごめん、俺その場からもういなくなるわ。12位なら呼ぶな12位だったらまだええかもな。12位いいやんけ、お前1から100まであったり、ほうやと超絶上やんけ、12位割と上位やんけ。あ、それ面白いかもしれんな、ユージ番犬セレクション、カウントダウン TV トップ100。トップ100って難しいね。だって今この時点でトップ5選べって言われても難しいもん。まあいろいろあるやん、絶対入るような曲さ、ゼータ時を超えてとかさそれ俺がカラオケで歌うやつやんけ。ああゼータ時を超えてとかさ、はやてザブングルとかさ、うん、ザブングルはうーんちょっと違うよね。ザブングル87位ぐらい入るやろ。ザブングル、いやー俺はどうだろうね、難しいな。それちょっと面白そうやな、1位から100曲選んでランキングさせる。それちょっとねいいね。でもこれ許可取らなあかんからな、流すの、ね、いや流さんでもええんちゃう、うん、もう曲だけさ言ってくっていう2人が選ぶトップ100な、トップ50でええんちゃう、2人で100になるから。あ、トップ50な、うん、時間いくらあっても足りひんで確かにな、うん、あそれちょっと面白そうやな、うん、タリ紅白タリ紅白やりだしたらもう判決大丈夫かって言って、いや2人紅白したら赤と白で揉めて多分もう解散になるから。ほんまやで、赤組白組で小競り合い起こってしまって、ちょっとな、ほんとよほんとよほんとよ
暇なんでちょっとグループ変えた。どっちが女や言って。どっちが女側になるんや。そうやな。うん。ちょっと一悶着あるけどな、そこは。片方はあの男性歌えなくなるし、女性歌えなくなるしで大変になるから。おもんない、もっと下にしてよ。赤と白、白にこだわってもいいそれ。まあそんな感じ、そんな感じになっちゃうよね。うん。まあけどね、おもろそうにはおもろそうやけどね。そうやね。まあそういうバカげた企画はやっぱいいよな。そうね。バカげたのいいな。ちょっとそれ考えようかな。年末なんかちょっとじゃあ特番みたいな。そうね。トップ50いいかもな。ラジオ枠でやるのはいいかもしれない。ああそうだね。ああいいかもしれない、うん、この誰とか言う TV ラジオのトップでやるみたいなね。うん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 、いいかもしれない。いいね。今夜いかがカウントダウン TV 版みたいなね。そうやね。まあ多分その時は多分俺ユージンチおるだろうけど。あそうそうやね。そうやね。そうやね。だから OBS とかそのあたりは全部あのユージの方にお任せするとして。そうね、うん、そういうことね。そうユージとバンちゃんが考えたベスト10を100連発。あ、それいい。ベスト10100連発ってどういうことよ。ああまあまあまあ要は100個選べってことやな。ベスト1000ってこと。ああ細けいことはいいんだよ。まあ細けいことは今日珍しいね。10人の皆様来ていただいてありがとうございます。ねえ今日何かあれかな。あの俺がちょっと女の子とデートしたからわなわなしてんのかな。ああかもしれんな。ああなるほどな。ワイが好きなエナドリーベスト10。お前そない種類ないぞ。そんなないな。そんな種類ないぞ。そんなないな。年代別か。年代別か。むずいな。エナドリーベスト10ってさ、ちなみにバンちゃん、あベスト5でもいいけどある？エナドリでしょ。俺エナドリそんな飲まねえんだよな。ねあのあれ。でエナドリに入るの？あのデカビタとかそのあたり。あれは入らへん。あれ入らへん。入らんか。一応普通の炭酸飲料。エナドリでしょ？だからモンスターとかさ。まあ飲むとしたらモンスターかな。ああ。やっぱり。なんだかんだ言って俺でも味はレッドブル好きやな。ああレッドブルか。ああ。あれが美味しかった。多分みんな飲んだことないと思うねんけど、うん、大塚製薬のポカリとかの自販機で売ってる、うん、マッチかなんかの。マッチ？マッチかなんかのマッチってあるやん、あの黄色いジュース、炭酸のジュース、マッチ黄色いやつ。ミント分からん。俺がよく飲んでるやん、あの黄色いドリンク、マッチ。大塚製薬？大塚製薬マッチよ。大塚製薬マッチ、ちょっと見るわ。ああビタミン数マッチ。ああこれか。ああマッチの、はい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 、マッチのなんか自販機にしか見たことないんやけど、うん、あんのよ、エナジードリンクが、はい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 、あれめちゃめちゃ味うまかった。へえー、そうなんや。あれいいなと思った、コンビニとかで見たことないんやけど、うん、ま、でもエナジードリンク結構ローカルエナジードリンクもあるもんな。パチンコ屋の景品にあるガロのエナジードリンクってあるやん。ある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 。ガロエナジーとかさ、ああいうのランキングインさせたら面白いんじゃん。あれどうなんだろうな、俺飲んでもねえな。誰が買うねみたいなさ、ガロエナジーみたいな。あるな、確かにあるわ。あるやん、黄金エナジーみたいなさ。あるわ、確かにある。ドンキホーテ行ったらあのジャグラーのエナジードリンク売ってたし。え、マジで？ゴーゴーエナジーみたいな。それちょっとあれ飲みたいな。あ昔あったイーカンもそうやな。あイーカンもそうやな。うそうそうそう。今 X ジャパンのやつもあるの。何それ。あるわ。コカコーラから出てるわ。へえー、そうなんや。X ジャパンのやつ。そうなんや。あなんか赤と青みたいなやつ。ほう。俺最近出たからあのこの生活始めたからあんま飲んだことないんやけど。あるわ、見たわ。あごめん、見たことあった。リアルゴールド X か。あそうそうそう、そういう感じのやつ。はい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 、はい、あれもエナドリアは。そうだね、自販機にあったわ、そういや。はいだね。あ、うん、でもそういうランキング面白いね。無駄誰得ランキングやな、それ。ほんと誰得やね。それ年末に選んでもいいかもしれんよな。あの企画として誰得ランキングみたいなんで動画すんのもいいかもしれんな。そうやね。誰が得すんねん、そのランキングみたいなさ。うんうん、
赤は美味しい。そうなんよ、そうなんよ。動画ネタやん。そうなんよな、うん、動画ネタよな。誰得ランキングいいなそれ。そうね、誰得ランキングいいなそれ。ちょっとやってみようか、うん、誰が得かわからん商品紹介するみたいな。そうよね、トップ10みたいな。それやったらばんちゃんピンでもできるやん。え、ピンでもやるともできるな。ああ、うん、ばんちゃんの好きなもののさ、なんかこうアウトローな商品とかもから集めてさ、種類。じゃ あの好きなゲームコントローラーベスト10やろうか。あの私の選んだ好きな ゲームコントローラーベスト10。再生されへんな。あの3位か4位ぐらいにあのファミコン の, あのシューティング用のコントローラー出てくるで。絶対分からへんやろ言って、それをバンちゃんの早口で解説入れんやろ。そう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 、これはあの昔高橋名人があの16連射してた、それですね、まさにそれですよって。それあのショートの枠で収めてくれたら伸びるかもしれんな。ショートの枠だな、ショートの枠で。はい、こちら手形たんでこれ使われてましたって、もうすぐポン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 。あ、それ面白いかもしれんな。ねじ込ん、ねじ込んねえ。ねじ込んはあれ使いようとかマジでわからんのよ。俺持ってねえし。あれ、この動画はどうでしたか、興味出しておすね。ごめん、俺も押す。いや、それ面白いな、まあ面白い企画がいっぱいやっぱ出てきますね。本当に誰得やよやつ、ね、いいな、うん、そう考えると誰得ユージ TV ってこの名前のセンス悪いようでいいよな。いいね、逃げ道あるよな。逃げ道何でもあるから。そう、誰得もう知らんけどっていうぐらいのレベルで誰得って言ってしまうともう逃げ道できるよな。そうやね、うん、誰が得してるか分からん配信やからな。ほんまや、うん、いやいいな。ネジコはレースゲーム以外使い道が。あ、そうなのあれって、うん、知らんかったわネジコンな、懐かしいな。そう、あ、知ってる知ってる知ってる。いや、面白いね。なるほど、ね、面白企画が今日はなんかちょっと出てきてよかったね、うん、ちょこちょこ出てきたな。うん、まあその手のね、ちょっと動画ちょっと出していかなあかんね。じゃあね、そうやね、ショートやったらね全然短くできるから。なるほどね、うん、いや面白いな、やっぱ動画って動画って無限大よな。そうやね、うんうん、YouTube ってそう考えるとやっぱ自由度高いな。自由度は高いと思うよ、うん、うん、もうなんか版権的なそういうのさえあのクリアすれば何でもやり放題やから。そうよね、うん、でやっぱこう配信アプリとかも僕ら見ますけど、やっぱ配信アプリで配信されてる方はやっぱね雑談一本でやられてるんで、うん、なかなかやっぱしんどいとこありますよね。そうね、あれ難しい。 YouTube は自由度高くてちょっと楽でいいかなと思っちゃったね今ね。そうだね。あ、やっぱ映像で映せるって全然違うからね。そうね、体張ってる方もいらっしゃいますからね、このリスナーの中には。ほんまそうですわ。ああ。虫食い芸人みたいな人いますからね。そうね、虫食い芸人いるね。ああ。もう映像に映んないからもう全然よくわかんないっていう。ただ声だけでリアクションわからないといけない。そうそう、家の中でね、家の中でなんか歩いてるアリ食べてる人いますからね。アリ話し飼いしてる人いますからね、ここにね。アリ話し飼いはやばいな。それはやばいな。電気ビリビリ人間アリコンですかみたいな。そう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 、妖怪アリ食い電気ビリビリ芸人みたいな人もいますからね。それだけ聞くと恐ろしいや。妖怪アリ食い男っておもろいな。いや、ただのディスりなんよな。いや面白い。でもやっぱ体張らんとね、ちょっとね、うん、触らんっていうのがあるからね。まあね、うん、我々はちょっと楽させてもらってますね。いやすごいな、はい、うん、すごい。まあ今日もまあまあ面白いネタたくさん喋れたんじゃないですか、ね、そうですか、あ、私は満足ですよ今日。まあまあ喋りましたよ。あ、お前も喋りました。あ、40分番組しましたよ、50分番組。まあまあね、45分経ちましたからね。おお、いい感じじゃないですか。皆さん、まあちょうどいいですかね。そうですね、まあ、告知的なことで言うと、おっと、告知的なことで言うとちょっとまだ厳密に計算してないんですけど、私配信が今117日目になりましてということなので、多分2700時間ぐらいいってんのじゃないかな。お、あ、もうそんないってんだ。もうすぐ私日本一の男になりますということで、皆さん、おっと、これはまた
ちょっとリーチっすね。もうすぐっすね。あと1ヶ月半ぐらいちゃうんかな。おお、もうそれまでにパソコン壊れないように。そうですね、もうそれが一番怖いですからね。台風とかの時期超えたからね。そうだね、もうさすがに停電はもうないやろっていうね。そうだね、うん、なんとかなるかなっていうところで皆さんご支援いただきましてありがとうございます。いや本当ありがたいことですよ。とあと皆さんお待ちかねのね、うん、ユージスプラトゥーンいつやるんやと。おーおーおーよ、みんな言うてましたわ。うん、言うてますわ。スプラトゥーンいつやるんや。もうユージとやりたいよ、もう私はやりたいっていう人たち。来週の金曜日からやりますよ。うん、とうとう来週の金曜日からちょっとやろうかなと思ってます。いやあれはね、ほんと最初俺も手こずりましたわ。はい、本当に番犬さんにねサムネイルも作っていただきましたので。ああ本当に、うん、そうでしょう、そうでしょう、ほんまそう思います。やりたくて皆さん震えてると思いますが、来週金曜日からね、あの、もう地球防衛軍が間もなくクリアできるっていうところでね、おやっとちょっとあの節目なんじゃないかなっていうところで、来週からちょっと始めようかなと思ってますんで。あ、しかも来週からやったっけな、フェスもフェス始めるのっていつだあれ。あ、フェスとかあって、フェス、そうそう、祭りがやるんやけど、あれいつからやったかな。それもちょっとね、みんなですり込みながらすり合わせながらか、すり合わせながらちょっとやらないとね、敵同士になってしまうんで、まチームとかね、あのやらなかったんでね。そう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 、うん、なるほどね、まあ、そういうのもねちょっとやっていこうかなと思ってますので、ね、皆様、はい、楽しみにしていただけたらと思いますので、はい、来週の土日かな。そうやね、金土日、金曜日からやろうかなと思って。あ、やっぱそうや、ね、うん、シェリーが多分できひんのかな大変やね、アンサーは。そうやね、ほんまにしゃあないね、それはね。もうぜひとも、そうしました。あ、まだまだ先なんや。あ、なるほどね。じゃあまあまあ、じゃあまず全然大丈夫やね。ね、すり合わせてやりたいなと思います。そうですね。まあ告知できたとこはそんな感じかな。そうやね。はい。まあまあ一応これだけ出しておこうかな。とりあえずこちらの方ね、ツイッターとディスコードの方は。はい。はい。では皆さんはね、何か連絡事とか何かね質問とかリクエストとかございましたら、うん。こちら宛先出しておきますので、番犬ボルボ日高裕二の、連絡先まで連絡いただけたらと思います。はい、はい、皆様ね、今週土曜日もねちょっと元気よく配信させていただきましたが、はい、お付き合いありがとうございました。はい、また来週お会いできるのかな、大丈夫かな、まんちゃん。来週は多分大丈夫。はい、では来週また土曜日、21時からお会いしましょう。皆さんも聞いてくれてありがとうございました。はい、またね。じゃあ、じゃあ、バイバーイ。はい。